はいどうも、皆さんこんにちは、こんばんは、ミヒトです。それでは、今回シャドーバースの方やっていきたいと思います。今回ですね、ウィッチのデッキになるんですけども、フォロワーが2枚しかいません。はい、マジックオールとギガントキマイラさんということで、まぁ、ちょっとスペルカードで出せるフォロワーとして月と太陽1枚入ってるんですけども、フォロワーカードは6枚、計2種類だけということで、まぁ、ギガントキマイラでワンターンキル、を狙うデッキですね。なので、序盤にね、ギガントキマイラを引きながら、スペルカードをたくさん使いながら、進化をマジックオールに使ってめちゃくちゃスペルブーストしながら、ギガントキマイラを使って9ターン目に、ドツン、ガツン、ボコッといくデッキになっております。一応、コールチェインっていうカードが、確定でマジックオールかギガントキマイラどちらかを出す、手に入るという能力になっていますので、まあ、こいつもキーカードになっていくのかなーといったところで、解説の方に行きたいと思います。それでは、GO! 今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブー、ミヒトチャンネル。はい、それではやっていきましょう。できたのは、ファンドローシーちゃん、ウィッチですね。今のローテーションのウィッチの方はギガントキマイラとおそらく前回紹介した暗黒の召喚師のデッキが多いんじゃないかなと思っておりました。で、今回私運よく高校が引けたということで、敵さんがね、暗黒の召喚師などなど使うデッキだった場合は一応有利を取れるかなと。知恵の光、同じねスペルを使うタイプだっていうのは分かりました。来ない、一応運命の導きと炎の剣撃が強いので、まあまあまあって感じだったんですけども、まなれの知識で防刃、そしてできた2枚目を使ってマダン、なかなかいい感じにスペルカードが回っている敵さんでマジックオールが手に入ります。ここはコールチェインでギガントキマイラ、5分の3でギガントキマイラが来る確率になってたので、まあ良かったですね。敵さんもいい感じにドローしていきます。そして僕が3ターン目に運命の導き、そしてマジックオールとギガントキマイラもう1枚ずつ、これでね、進化圏 2回の使い方がいい感じになりました。敵さんが防刃出してくれたのでいい感じにね取れます。マジックオール、マジックオールを進化します。そしてマジックオールの進化時の能力でスペルブーストを2回するというのがあるので、全体のスペルブーストが進んでいきます。そしてここは、ステンシの剣で、体力4で残すよりもフォローを並べた方がいいということで今回こうしました。ただまあ綺麗に取られてはしまいますけども、これでいいです。とどめはね、ギガントキマイラさんですから。敵さんも同じマジックオール進化してスペルブーストしつつ、カードをドローしつつ守護を取っていきます。そしてフレームデストロイヤー、おそらくスペルブーストをガンガンして中盤あたりでこういうちょっと破壊が難しいフォロワーを出してって感じの敵だったんでしょう。コールチェインでギガントキマイラ3枚も手に入れた後、運命の導き、そしていい感じのところでアイスシクルランスが手に入ったので、ここでマジックオールを進化します。スペルブーストが進んでいきます。炎の悪劇でめんどくさいフレームデストロイヤーをゼロコスト処理、そして処理しながらいっていい感じの盤面にいます。ちょっと若干敵さんに主導権があるかなーっていう感じの場面ですけどもね、9ターン目に全てひっくり返すギガントキマイラ。敵さんがねここでフォロワーを出してこなかったので、アイシクルランスが使えない、地点数の剣も使えない、月と太陽が回できなくはないかと思ったらマジックミサイル、いい引きでした。これでドローしつつコールチェイン、これでフクロウが確定できます。もうこれでフォロワー全部手に入った、もしくは使ったので、もうデッキに残ってる残り22枚すべてスペルカードブーストします。で進化圏が先に切れちゃいましたけども、豊富なんでね、除去手段が。敵さんここで暗黒の召喚師、やはり暗黒の召喚師だったかといった感じですよ。88って何ってね、一方もう片方は疾走で走ってくるしさ、おかしいんちゃうってなってました。
で、いい感じにね、アイシュクラス2枚目が引けて、はい、マナリアの知識を使うことによって今手に入ったアイシュクラスで取ることができます。はい、あと1ターン耐えればギガンテキワイラがいい感じにガツンといけると思ったら敵がここで呼び覚まされてケーキって、一体どういうデッキだったんですかってよくよく考えると土が入ってたんで、もしくはして中盤はこいつで攻めつつ後半ギガンテキワイラでガッツリかな。ここはマナリナマダを使ってから、スペルブーストしつつ戦士の剣で取っていちまっております。今のところこれが最善でした。はい、現時点でギガンテキワイラ21ダメージ、20ダメージ、16ダメージ、3回ポンポンポンって出すだけで倒せそうですよ。はい、ここで敵さん、最初にいた呼び覚まされた禁止、私の顔を殴ってきます。まあ、進化時の能力はこれフォロワーだけに発動されるんで私は痛くない。ただまあさっき前回のターンで出していたやつが攻撃できます。そしてガーディアンを生成、どんだけスペルカード持ってるんですかって言いたくなるところ、ここでギガントキマイラの降臨、21ダメージをまずフォロワーに与えてから残ったダメージで相手のリーダー9点ダメージ、敵さんの体力を残り9まで減らします。敵さんマジックミサイルで私のリーダー7点、もしかして失踪持ってんのかと思ったところ、星見の望遠鏡、あ、土がやっぱ入ってるんですね、いっぱい入ってるな。未来死の魔女、これでスペルカードランダムに1枚自分のデッキの手札に加えます。知恵の光、敵さん残りデッキ6枚、炎の当て撃で消されましたがマジックオール勝ちです。ギガンテキマイラ2枚目があるので勝ちです。2点2点で4点取られますけれども、9点以上ダメージが出るので勝ちです。といった感じで、ちょっと高校がねめちゃくちゃ有利で、アグロ系が敵だったらもうダメじゃんってデッキなんですけども、使っててめちゃくちゃ楽しいデッキです。次元の超越とかレオニーとねなんか似たような香りがするんですよこのデッキ。ちょっと皆さんにおすすめしたいなということでちょっと今回紹介してみました。皆さんいかがでしたでしょうか。ぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。